録その6、鉄壁第一章。その朝の姫路の変貌、五着の城にあった官兵衛は起き抜けにすでに知った。櫓の上に昼夜立っている見張りの者が慌ただしく駆け下りてきて、姫路の空にただごとならぬ煙が見えますかと報じてきたのは、まだそこからの早馬が暁の城門を叩かない前であった。よし、なお見張りを忘れな。異常が見えたら刻々につけてこい。具足筆を開けて親譲りの紺糸おどしの一番を着込むのと、侍部屋の方へ向かって孤高の面々を呼び立てるのも彼は同時に行ってきた。森田兵衛おるか、栗山善助、井上九郎もあるか、後藤右衛門も来い、宮田、長田、三原、北村などその座に居合わせねばすぐ呼び集めて広縁へ皆来い。次々に答えて立つ、また駆け分かれてゆく。瞬時にして広縁には彼が手代の屈強ばかり13指名集まった。来たぞ、ついに。いつもの朝と変わらない顔をニコニコそこへ見せて、官兵衛は鎧の脇を結びながら、今参った姫路の父宗弁からの早打ちによれば、毛利勢は約2000から3000ほどの人数とある。小賢しくも海面から未明に上陸して敵は奇襲を敢行してきたものだ。ただし姫路の町は敵の砲火を受けておるが、姫山の車は小なりといえどもびくともせぬ。必ず案じるなかれと書面での父の言葉。平素はさすがにお年を取られたかに思うていたが、さすがにかかる折には依然として官兵衛以上の太肝であらっしゃる。愉快そうに一生を放ってから、さてとばかりロボどもの一人一人へ迅速にかつ明快な指揮を授けてから、自分はすぐ身を翻して主人小寺政元の居室へ駆けていった。第2章。政元の周囲には一族の小川三河の神宿老の倉光正俊、増田孫右衛門、その他平素から官兵衛と相入れない一派の面々がすでに詰め合っていたばかりでなく、政元以下の者までことごとく武装していたには、官兵衛も意外な面持ちをして、この急変をどうしてこの人々が自分より早く知ったか、まあ当然疑われたが、彼の目を見た政元の目にはその回答ともいえる困惑と自己呵責の様子が明らかに現れていたことは、官兵衛にとって見逃し得ない示唆だった。直感は外れていない。官兵衛は自己の意志を信じたので、直ちにここでも思うがまま命令を下した。増田孫右衛門、村井河内、江田善兵衛、おのおのはすぐ手勢を率いて姫路の救援にお急ぎあれ。倉光正俊は老人になれば奥車をお守りあるがよい。末義親殿は城外へ出て姫路口と連絡にお渡りあれ。その他は全て官兵衛の手の者に申し付け、すでにそれぞれ部署へ付け申した。怠りあるな、すぐ急がれい。すると末義親が憤然と命を拒んだ。何を言うかご家老、我々宿将たちがちりちりに主君のおそばを離れてよいものか。我らは城門と訓則を固く守る。姫路の救援には他の人があろう。ありません。何だと？官兵衛こそは寸自体ともおそばを離れることはできない。お着全城の兵といっても千に足らぬ五人数。この官兵衛の指揮する者を除いては孫公たちも処分とし、物頭どもを副将としてお差し向けある以外、城中どこに軍がありましょうか。
なぜおこと自身陣頭にお立ちあらぬか。姫路もおことの父宗円殿が城代として守りおるところ、この御城中にもおこと親子の息がかかっておる部下も多い。これは一族の小川三河の神ででもなければ言えない言葉だった。しかし勘兵衛は何の威圧も感じないような表で、それへもこう答えた。ことは急です。城門の守備はすでに手の者が配置につき、この五本丸もことごとく勘兵衛の一存で要所要所守らせました。それがしの命はすなわち主命、主命はまた織田殿の軍令も同じである。誰にもあれ背く者はこの一戦の終わるまで奥へ下して取り込めておくしかない。あえて今日の合戦に軍律を生み出す者は誰と誰か、お名乗りなさい。断固処刑する。皆黙った。しかし戦いは城の外よりも、あるいはここにあるかとも言えるほど険しいものが勘兵衛を取り巻いたままだ。隙もあらばと見える。周囲のそれも感じているのかどうか、勘兵衛は元として言い渡すと、さらに一歩迫って政元の前へ進み、親蔵下の広庭にお将棋を据え、帳も張り巡らしておきました。お旗本の万端の固めもできています。はやはやそこなるご将棋場へ御座をお移り遊ばすようにと進めた。いや、手を取って寄り添い、左右の鋭い瞳の中を通って庭へ出てしまったのである。第三章。矢倉の上からは絶えず大声が放たれている。姫路方面の状況を刻々に下へ向かって告げているものだった。この頃日はようやく朝雲を破って視界をほのかに染めていた。広庭の将棋場は侍小頭の室木才八と物頭の今津源太夫の二人が城兵50人ばかりで固めにつき、この部署にはほとんどいわゆる毛利家丹を密かに抱く疑いある者は一切近づけなかった。また勘兵衛の指揮によっていやおうなく城外へ出ていった倉光正俊、増田孫右衛門、村井河内などというれきたる諸将で、しかも毛利方と通報している物騒なる味方には、勘兵衛の故郷の森田兵とか栗山善助などの強胆者を一人一人隊につけて、万一不審な行動に出た時は即座にその武将と差し違えて死ぬべしと勘兵衛は先に言い渡してある。まず味方討ちの整えはこれでついたが、勘兵衛は兵糧方が配っていた黒米の握り飯を一つ持って将棋場の帳外に立ってむしゃむしゃ食っていた。思えば今業の一刻にこそ実に危うい境であったと今さらほっと吐息が出てくる。いやいや、まだほっとするには早い。合戦はまさにこれからだと心の内ですぐ戒めた。そして帽子の飯粒を唇で拾って食べ終わった。そこへ彼が今朝松崎に命じて山地の方へ偵察にやった腹心の後藤右衛門がむちぼてに大汗かいて帰ってきた。復命して彼は勘兵衛の前に言う。ご推察にたがわず、三木女房の別所長春の手勢に違いない者が約300名北方二里ほど先の五稜街まで先行しており、あの辺りの林や山に潜んでひたすらこの五着の城内から内王の合図があるのを待ち構えておる様子でございまする。その他西方の浮田城の境にあたる方面には異常はないようにござりまする。まあこれとて万一東城に煙が上がるような変を見たら、どう動いてまいるかは計り知れませんが、後の手当ては五色に従い北村六兵衛が
10名を連れて他の境を怠りなく監視し、途中の連絡には三原隼人が足軽を配して行っております。よし、そちはここに立て、お将棋を守って。官兵衛は身を転じて自身暴露の上へ登っていった。今朝の彼は自分の体がいくつあっても足らないような姿である。そこに立って姫路方面を覗けば、朝の日も暗いほど黒煙がみなぎっている。北方の山地は何事もないように空も澄んでいるが、彼の目にはその雲の下、山のしわ、沢の影などにより恐るべき敵のあることが目に見るほど明らかだった。この万州において最も強力で、そして明白に毛利の一類たることを予言しているものは、奥地の北播磨に三木城の剣を構えている別所長春の一族である。やらい姫路の海面に迫ってついに上陸したという毛利本国の水軍と、その三木城の山岳兵とは巧妙な計画のもとに呼応して海陸共同作戦に出てきたものであることは言うまでもない。敵はひともみと信じてきたろう。おそらくこの五着城の占領には半日をも費やすまいと考えたに違いない。なぜならばこの城がその程度の兵力と容害しか持たないものであるばかりでなく、外より攻めずとも内に有力なる毛利の内容者がいるからである。姫山の父上にはいかが遊ばしておられるか。松千代とてまだ幼いし、平戦の黒煙みなぎる空を見ては、彼とてロープの身辺や妻子の身を思わずにいられなかった。そしてそこにある家の子労働たちの苦戦を思いやった。暴露を降りてくると、出会い頭に絹笠久左衛門とばったり会った。もちろん久左衛門は姫路から馬を飛ばしてきたのである。それも意外として官兵衛は攻めるように尋ねた。なぜ姫路を捨ててきた。今や激戦の最中であろう。かしこを破られてはここも危急に迫る。そちたちの死に場所はここでないはずだが。いや、宗円様にはお着こそ不安なれ。姫路は大事ない見てこいとの激しい仰せで、そのため一目つぶって戦局をお告げし、また友女房のご予防すを伺いに来たわけです。こここそはご案じあるなと、お父上にしかと申し上げてくれ。官兵衛は宗円の子でございますとな。はい、かしこまりました。いけいけ、ここは見た通りだ、鉄壁である。はい、では去りかけるのをまた呼び止めて、町屋組の面々も働いておるか。礼部事項の井口与次衛門もすすがないか。袖で奮戦しております。そうか、さらばまずよろしかろう。彼がうなずいたのを見て、絹笠久左衛門は再び姫路へ引っ返していった。第4章、毛利家の水軍の一生。裏兵部の城が刊行した姫路襲撃は、その上陸には成功したが、戦には惨敗を喫した。市街戦は夜に及んだ。しかも市街の一角にとどまって全く進軍を食い止められてしまった。姫山の黒田宗円がその老骨を引っ提げて自身陣頭の指揮に当たったのみでなく、部下は皆強く皆よく訓練されており、日頃の恩顧に報うは今ぞと捨て身になって敵へかかった。その敵外心の猛烈さにも毛利勢はまず一泡吹いたが、より以上彼らが苦闘に陥った理由は、この姫路の城下町が他国の城下町とは全く異なる性格を持っていたことを知らずにいたことにある。それは敵兵の侵攻を受けるや否や、城下民の全てが兵と化して火を防ぎ、牢用を
避難させ、また思い思いな獲物を取って毛利勢へ当たってきた予想外な戦力にぶつかって、寄せて裏兵部の城も初めてこれはと狼狽したほどであった。町中に霊寿光という目薬の看板をかけている井口四右衛門のごときは、たちまち日頃の店頭の姿とは打って変わって、いわゆる町屋組の舞台の老書簿として昔星伸ばせる武者ぶりを表していた。その他彼と同じようなものは幾十名も町内に住んでいたのである。いや、町屋ばかりではなく浜の漁村にもいた。もとより過去だの水軍などと称せるような組織はないが、浜主の一手は夜になると無数の漁船を放って沖に友綱をつなぎ合っていた毛利船に近づき、火を放ってこれを焼き打ちした。船にはほんの過去と兵糧のものぐらいしか留守していなかったので、ここの戦場は黒田の浜の主に完全に蹂躙されてしまい、幾艘かは焼け沈み、残る船は慌てふためいて沖遠く逃げてしまったのである。海上の火が陸の裏氷雲の城の戦意を極度に粗相させたことは言うまでもない。回想はこの刹那から始まった。四分五裂となった裏勢はやむなく三木城へ通ずる街道の方面へ逃げ争ったが、その時には五着の城を発した黒田官兵衛自身とその腹心の輩が清廟を選んで随所に兵を伏せていたので、道と言わず畑と言わず森と言わず至るところで排敵を捕捉し、ほとんどこれも殲滅してしまった。片付いたと宗円と官兵衛の親子がほっと大息をつきながら万感の愚痴に愚痴な顔を見合わせたのは、その夜も明けた朝方だった。まず一時の危機は脱しましたが、次には敵ももっと腰を入れてくるでしょう。ごゆるりお休みなされませ。一言老婦に祝したきりで、彼はすぐ五着へ引っ返していった。松千代の顔も見ずに、妻の無事も見ずに帰って行くのだった。五着の城と姫路の住まいとはわずか一里余りの隔たりに過ぎないのに、かくてこの一家族では、妻は夫を見、子が父親に接する日など半年のうちに一度あるかないかであったのである。設計水第一章。この正月からは信長は安土の普請に着手していた。彼の土木はやはり彼の戦争の通りだった。規模の大いなること、構造の斬新、それは誰の設計でもなく彼の創作によるものであった。周知を集めて周知を超え、東山様式の因習を破り、大掛かりなこと、構造華麗なこと、天下の地目を集めるに足りた。しかも工事の特例は休息を極めて夜も日もあったものでなく、起工以来まだ1年も満たない間に湖畔の一丘にはだいたいその骨組みを完成し、工房な送電や畑は新しい城下町と化していた。普請奉行は庭長秀、明智光秀などが分担していた。今日も彼はすぐ麓の総実寺から登ってきて、わしの住まいはまだか、天使の四重だけでも総掛かりで仕上げを急がせいと請求に催促しながら、戦のような現場を見て回っていた。いつも安易に従う庭五郎左衛門長秀も気が気でなく、この通りに夜も日も総力で急がせておりますれば、と言うしかなかった。天守台の七重櫓が総体の中心であるだけに、ここの工事は最も慎重でなければならず、
また信長の注文もなかなか難しいのである。地下の道中は倉庫に、2階は総柱280本立て、間口20軒、奥行き17軒、それを12畳の書院、次4畳、次32畳、南32畳、次8畳、東20畳、次8畳、控え3畳などなど、たくさんの部屋数に仕切り、欄間や壁章はすべて総漆、襖には加納永徳、そのほか当代の巨匠が筆を揃えて、加納間、不要の間、木梅の間、御地鑑賞の間などというにふさわしい祭壇を振るっている。三重の楼、四重五重六重と上に行くほど間数は少なくなるが、工芸的な構成はむしろ精を極めて、また趣を変えてある。五郎左衛門、正月にはここで塗装が組めような。まだ襖も入らない三重の廊下に将棋を据えて、瀬田、平、また湖水一面の眺望をすでに欲しいままにしながら、信長はまたしても長秀から期日の現地を取ろうとするような興奮である。長秀も平行の手だったが、それはもう正月までにはと言ってしまって、天正五年の新春と言っても早間近うございます。それがしども木の皮新しい御座に辞して絵画のお杯を頂戴できるものと、ただいまから楽しんでおりますと、その日までに間に合わせることも訳するともなく訳してしまった。もっとも信長が漱石立てるにも理由はある。彼はもうこの11月の初めに岐阜の城を一子信忠に譲って、自分はほんの手回り品と茶道具一揃い携えただけで安土の総実寺に移り来ていた。いわば寺の曲がりというわびしき住まいである。正月もその寺では過ごしたくないし、事実超えられもしまい。こういう背水の陣を持って催促されるので、奉行たる長秀は信長がしばしば見回りに来るごとに、その小事部と案内に立っている糸間も実は迷惑なほど時間が惜しまれていた。ところが今日は折よく長浜から羽柴殿が見えられましたが、と訓練に取り次ぎが出たので、良いしをなりと彼は引き下がって、入れ替わりに来た羽柴秀吉に目礼を交わしながら立ち去った。第2章。去年北陸攻略の終わった後、秀吉は小谷の城から長浜の城に移っていた。琵琶湖を抱いて安土と長浜と君臣同じ渚に住むようになったわけである。秀吉か、いつ見えた。着いたばかりでございます。だいぶ進みましたな、ご工事も。長浜はどうだ、住みよいか。もったいないほどでございます。母も城へ呼び迎えたそうだな。そちは見かけによらぬ孝行者だそうだ。田舎者ですから、長浜へ移りましてからはただもうびっくりしております。さぞ喜ぶかと思いましたが、さほどでもなく、少し迷惑そうな顔して暮らしておりまする。その老母が作りました畑のものを少々ばかりお土産に持ってまいりました。畑のもの。はい、百姓の母が百姓を怠ると体が優れぬと申しまして、長浜へ移りまして、後も城内の畑を耕し、いろいろなものを作っております。奇特なことだ、ありがたくもらおう。どれ見せい。いや、ご不審場へお渡りとのことに、それは総実寺のお台所へ預けてまいりました。時にと改めて信長の顔を仰いで、ちとお話がございますが。そうかと言おう訓で、信長もすぐ左
左右の小僧たちへ、開花へ行けと人払いを命じた。筑前、何か中国の黒田官兵衛のことについてですが、あれか、困っておるようです。なんといたして、毛利家の圧迫、地鱗の策謀、全く孤立無援の形にあるようでして、当初からの覚悟であろうが、もとよりです、まあ織田軍の成果をもって一挙に体制を結すべく画策していた者が、毛利家より力戦を制され、かえって蕃州を固めさせ、敵に防御のいとまを与えたことは何としても残念であると書状を持ってまたまた申してまいりました。軍勢の催促か。その中でよく頑張っているのには感服いたします。この2月頃に一度、5月下旬にも再度、毛利の水軍が姫路をついて一挙に腹中の遺端を取り除こうと試みましたが、領土まで黒田親子の前線で守備よく撃退しておりまする。これは先にもご報告申し上げて、我が君からもご感情を下された通りですが、今はいよいよ支えきれぬと言うてきたのか。負け惜しみの強いあの男のことですから、さようには申しませんが、一刻も早く中国へ軍勢のご派遣なくば、ついに毛利の威圧と策謀の下に蕃州一円は不落の体制を成してしまうでありましょうと。と信長は笑い出して、悲鳴を上げてきたな、彼もついに。いや、無理もありません。秀吉はあくまで彼ら親子の立場をかばった。小道家から見ても、あの一石は中国全土、敵ならぬはない中のただ一つのお味方でしょう。死なしてはなりますまい。ああ、官兵衛親子を救うために我が大軍を出すことはできない。中国のことは安土を築くようなわけにはまいらん。お胸はわかります。故に私からはその都度年頃に返書を与え、近畿の情勢まだその時でない、遠からぬうちに一節が参ろう、もう少しまで頑張っておれと言うに努めておりますが、願わくば我が君よりもひとたびお言葉を下し置かれれば、彼ら親子も一層精忠を振るってご在下の日をお待ちするであろうと存じられますが、それも思わぬではないが、何せ黒田親子はお寺政元の臣、お寺家そのものの内部にすらなお彼に服さず、密かに毛利家へ心を寄せているものもあると聞き及ぶ。まだまだ心は許しがたい。世の聖書が参るよりも先にお寺家より当家へ使者を送るべきではないか。そうです、ご長子国も共に存じます。早速父を入れようとのご一緒をお使わしくだされば、必ず送ってまいりましょう。寺へ来い。そちの母が作ったという野菜などにさせて、一献組みながらなお熟議しよう。信長は書籍を離れて、まだ漆の蚊のする南海を先に降りていった。第一章。年を超えた天正5年、信長の主因はお寺家へ対して正式に父を求めてきた。官兵衛に対しては秀吉から指針で、あらかじめそのことある旨を伝えてきていたので、当然としていたが、主家のお寺政元はどうしたらよいかと、この程度の問題にあたっても困惑を表に表して周囲に諮るのであった。もちろん一族と重臣のうちに今なお織田家との名携を喜ばない空気があるにもよるが、もう一つの理由には、お寺家の嫡子氏元が病弱な上に不肖の子で世間に出せないものだという点にも親心の苦痛があった。ご心配に及びません。
表記の関手官兵衛はいつもながらの口調で公言した。氏元様のお弱いことはかねて羽柴殿のお耳へも言えたことがある。病人たりと差し上げよとは信長公も世も仰せられますまい。ご弱子に変えてそれがしの一子松千代をまだ当年当歳ですが、あれを人質に送りましょう。松千代をもって御用に変えますれば、決してこの儀についてはご心痛には当たりません。彼の公言は常に空言ではなかった。我が子をもって主家の子に変えるということは少なからず居合わせた人々も感動させた。いつも反対の立場に立つ宿老たちまで官兵衛殿のご心中は察しいるが、そうしていただければと一致していった。およそ評議を開いてこんなに快く即決を見たのはこの御着状のうちでは今日が初めてであったと官兵衛は苦笑を覚えた。だが官兵衛も去るものである。いい年ですぐには父も出さなかった。以来秀吉との間に幾度か書簡の往復を見た。もちろん即刻ご成果の検知を取るためである。秀吉からの手紙はいつも定義と誠意を込めて、自分もそれは急いでおる。軍前への進言にも絶えず努め、ために信長公の御意もようやく決してこられたかに伺われる。この際に父を送られればなお功を大きくしよう。ただ案じられるのはこの際にもしきりしきりと敵側の流言離間が行われているらしい。即下の盤石のごときご神帝こそ我らの最も頼むところであると述べ、またある時の一通にはその方の義は我らの弟小一郎羽柴秀長当然に心安く存じ候を間、何事おば皆々申すともその方と直談もてぜひぜひお裁きあるべくそろとまで書いてあった。弟だ、その方は俺の弟小一郎も当然に思っている。秀吉の官兵衛に対する態度はいつかそうなっていた。官兵衛としてはもういかなる苦境に立とうが秀吉にだけは背けない気持ちになっていた。第2章、都が見られる、安土が見られる。そう言って東西の松千代が旅の支度にはしゃぐのを見ると、彼の若い母も祖父の宗円も涙を制しきれなかった。いよいよこの一粒種を父の上にのぼすと決まったのは同年の9月だった。母様行ってきます。おじい様行ってまいります。少年の瞳には行く手を楽しむ心しかない。実に聞きたるものである。わらじを履く、刀を帯びる、傘を持つ、そうした旅なりも少年の夢を凛々しく駆り立てる。涙ながら見送る幼少からの馬や家臣やまた母なる人の姿にさえもう一個も与えず先ばかり急ぐのだった。城門から馬に乗った。その可憐な姿はなおさら見送りの涙を絞らせた。およそ遠くへ父として送られた父で、無事に返された父が幾人あるであろうかと。安土まで友をしてゆく家来はわずか 4,5 名に過ぎなかった。目については途中敵の手に横取りされる恐れがある。が鹿間の浜で船支度して待っている面々のうちにはなお屈強が揃っているし、兵庫の裏まで行けばそこには父の官兵衛が待っているはずだった。官兵衛としては独り子を送ることよりも織田軍数万と一人の大将を播州へ迎えることに知能を絞った。そしてその実現を見る日は今を置いてはないと信じていた。久我次も短期急いで荒木村重に会い、
近畿の形勢を尋ね、また中国侵攻の場合の備えに何かと打ち合わせなどして、彼は兵庫の裏の漁村に隠れて我が子の着くのを待っていた。待望の日、第一章。安土の秋は去年の秋とは全く景観を一変していた。すでに天守も竣工し、十八路も十門をめぐる城下町も新しき文化の大都府たる装いをほぼ完成しかけていた。父と共にここに着いた松千代は目を丸くしていた。姫路の小次郎と比較しては少年の目にすらあまりにも違う安土城の豪壮と絢爛に、ただもう唾を飲んでいる姿だった。けれどこの少年も後には黒田長政となった師である。父官兵衛に伴われて安土の軍神の前に出ても、また信長に目見えしても決して卑屈にはにかんでばかりいなかった。悪びれない姿で何事にもハキハキ答えた。父親の官兵衛よりは耳も良い、母子に似たと見える。しょうもしっかり者らしい。良い和子だ。なかなか良いところがある。信長はしきりに言った。カタカタどうかと思っていた父をかく早速伴ってきた誠意に対しても、官兵衛の双心なきことを再認識して大いに読みしている風も伺われる。もちろんこの日秀吉も立ち会っていた。父樹樹の公式的な対面が済むと、後西十二条の梅の間で共演を営まれた。これは父たること子を預けて帰国する親とにいつとも知れぬ再会の日までの別れの食事を意味するもので、骨肉の親子にとっては無料な思いに違いない。したがって信長以下席に着いた者はごく少数に限られている。その席で信長は言った。中国攻め可能義も近いうちに必ず果たそう。その折には筑前をもって指揮させる。筑前とその方と所持緊密に協力して仕果たすように。これを聞くと官兵衛はもう一人の離別などは問題でない心地がした。積年の祝詞が届いて信長から直接この誓約を得たからには、もはや実現を見たようにまぶたの熱くなるものを抑え得なかった。さらに信長はまた、そちと筑前とはいわゆる相性だ。最初からの縁でもあるじ奮景の中、父の松千代は筑前の手元へ預けおくことにする。筑前の手に養いおかれればその方とても心安かろうが、と思いやりを示した。ありがとう存じまする。官兵衛はそういうしか言葉を知らない。信長に対する畏敬はかくて会うたびに高められる気がした。秀吉との親しみと尊敬には、己を知る者のためには死すという指針のついに染みてくるものがあったが、信長に向かってはやはり自分の先見は誤らなかった、この人こそと仰いだ期待は裏切られていない、という、山へ登って山に失望なく、いよいよ山の美と高さを知るような思いがあった。とはいえもちろん山といえば剣がある、谷がある。信長の気難しさや計り知れない表現や完璧やわがままや随分人間的な対処は官兵衛も承知である。が、そのことは秀吉が常に中に立ってよく双方を融和してくれるし、ああしたご気性というものを話してくれるので、官兵衛にとっては誠に気が楽だった。そしてそういう短所が少しも信長の欠点には見えなかった。第二章。安土の城内には二日とどまっていた。三日目の朝、官兵衛は信長に別事を告げ、秀吉も父を連れて長浜へ帰ることになった。秀吉と共に来ていた竹中半兵衛が昨日から松千代の世話を見てくれていた。その半兵衛が別れるに際して、秀吉様のお言葉でご子息はそれがしの郷里美濃の菩提山の城へお預かり申すこととなりました。片田舎ではありますが、ご安心な点では随分ご懸念ないところと思います、と告げた。
官兵衛は心からそれに謝したものの、いや、それは思わぬ五百回をかけました。ご郷里において竹中家のご薫陶を得れば、あれにも何より良い修行です。しかしかかる世の習い、松千代の神妙についてはどうか少しもお構いなく、ただただご主命のままのものとお示しください。いかなる場合にいかなることになろうとも、決してあなたをお恨みつかまつるような親心は持ちませんと自分の覚悟のほども語った。ただくれぐれ中国で再会の日近きようにと誓って別れた。秀吉秀忠は船で長浜へ帰った。湖畔の水門から湖上へ浮かび出た館造りの一層がそれだった。その頃ちょうど官兵衛も安土の町を離れ、湖畔の町並木を西へ向かって歩いていた。友の侍が、あれ筑前殿が扇を振っておられまする、と注意したので、官兵衛は駒を止めて凝視した。扇の日の丸が赤く動いている。松千代もそばに見える。竹中半兵衛も見える。官兵衛も手を振って答えた。帰り見れば安土のジョボトボの毅然たる紺碧もまさに天下不武そのままの遺憾ではあったが、やはり官兵衛の心を深く捉えたものは、この際でも彼方に打ち振る一本の日の丸の扇にしくはなかった。なんとしても秀吉のそれには常に興味が伴った。威武よく人を伏せしめるか、情よく人心をつなぎうるか、もし秀吉が二つのものを持ったらばと、官兵衛は密かに空想をした。その祈祷に官兵衛は、友も馬も捨てて、丹波から山陰へ回った。これは今後、秀吉と二日間を安土に送った間に結ばれた秘策を果たすためだった。山陰には、浜越の一党が諸所に潜伏して時至るを待っている。その勢力は微小だとも言えるが、浜越一族と毛利家との闘争は実に大英年間、毛利元就が浜越常久領を奪取して以来のもので、以後54年の長き間を死死孫孫にかけて、浜越一族は毛利打倒の戦いをやめていないのであった。領土なく一助もなく、夜に太平や軍事力がないまでも、あらゆる奇襲をもって尼子の浪人はその精神を貫き、その報復を期し、今も毛利家を悩ましている存在だった。そして常久の末、尼子勝久を擁護してしきりと山陰に風雲の日を呼ばんとしている者は、勝久の故郷 山高鹿之助幸森であった。鹿之助幸森と安土との間にもすでに一脈の連絡がつぶじていた。これも直接ではなく、もっぱら丹波方面に活躍している明智光秀と細川藤隆を介して他日の内約が結ばれていたものである。で、秀吉はこの一勢力の重要性も徳から見ていたので、今度安土で官兵衛と会い、また信長の内意もほぼ定まるもの春を察して、一度そこもとも山中鹿之助幸森と会って十分意思を通じておかれるがよくはないか、と暗示したものであった。もちろん官兵衛はその方面の情勢には通じていたし、秀吉がそう言うからには、いよいよ中国出陣の日も近いに違いないと感じたので、姫路へ帰る予定を急に変えて単身その足で山陰へ回ったものであった。その他彼の胸には幾多の策が抱かれていた。それを行うには体がいくつあっても足らない気がした。ほとんど漂白の一浪人に等しい姿で約1ヶ月を駆け歩いた。尼子勝久にも会い、鹿之助幸森とも熟談した。また田島宝器有馬に散在している旧赤松一族の所流を訪ね歩いて、天下は必ず各動く、また各あるべき天下の将来でなければならないという自己の信念を解き回った。大胆にも彼はその信念をもって三木城の別所長春にまで会見しに行った。
日常は由来毛利家丹の旗頭と言っても良いほど明白なる反信長の騎士を立てていたが、黒田官兵衛の熱烈な信念と誠意の弁はついに上司の長春をして、言われるがごとき織田家の抱負に偽りがないならば秀吉生家の時には織田の一翼となって働いてもよいとまでの公約を得て帰った。別所家も赤松一族の所流であり、お寺家も赤松の流れである。地においては近いものを持っている。いわゆる赤松氏の族流は中国だけでも36家の多数に及んでいる。今日まで口には出さなかったが、一朝大事にかかる日にはその36家の半数を味方に解き入れても優に新しい一勢力を呼び起こすことはできるとは彼が都に抱いていた画策の一つであった。第三章。一面秀吉は10月の中旬、信長の命に接するや電光石火安土に勢ぞろいして中国人総知事の資格を持って満州へ入った。これは敵毛利家を襲撃する以上、安土の諸将たちの心にも大きな波動を打たせた。筑前ごときまだ未熟な将を中国攻略という大任に、しかも総帥としてお使わしになった。ちと思い切った後藤よ、破格すぎはしないであろうかというもっぱらな表のうちに、重臣たちの含む不平はよく現れている。すなわち柴田勝家にせよ、丹羽長秀にせよ、秀吉といえばまだ自分たちよりはるか後輩のものとしか見ていないのである。それがという気持ちなのである。明智光秀なども意外となした一人らしい。中国発行の場合には、あるいは自分にという期待は言わず語らず自負していた風がある。ことに山陰方面の方策についてはたびたび権限も試み、花子一族との間にも介在していた関係上、それは決して彼のうぬぼれだけのものではない。だが誰よりも失望し、また不愉快に思ったらしいのは伊丹城にある。幾久しく中国と上方との重要な境界に位置もし、また働きもしていた荒木摂津の神村重であったろう。これは当然前々から俺がと自負満々たるものだったのである。秀吉の率いてゆく大軍が摂津を通過するのを見て、内心穏やかならぬものがあったことは争えない。第四章。お寺家にとっては言い切れないが、黒田官兵衛にとっては秀吉の軍隊こそまさに待望の兵である。かねて信長と訳したように、一家の住まいとしていた姫路の城は挙げてこれを織田軍の本営にと提供を申し入れて、秀吉とその軍を迎え入れて家族たちは隅の廓に移してしまった。秀吉は姫路城に入って、ここから一応形勢を現地的検察の下に見届けると、播磨一円の平定はおそらく来月中旬を入れず片付きましょうと書を持って早くも信長に報告していた。ここに織田家の騎士が立つと、初めて官兵衛の事前工作も大きな事実となって答えてきた。その誠を示す者は父母を送ってくることである。秀吉は姫路にあって十数人の父を見た。しかしそれらはいずれも微弱な地方の土豪に過ぎない者の子であることは言うまでもない。真に力のある者はやはり容易に訓問へ下ってくることはしなかった。あとは実力の遺憾である。疾風の速さで彼の兵はすでに田島に入り、 山口、岩淵、また武田城を落としていた。これに呼応して山陰方面から起こった一票の軍こそ荒子一党の兵だった。山中鹿之助、雪森と黒田官兵衛とは
くまみ川の陣所で手を握り合った。待たれていた日がついに来ました。来ましたな、中国の黎明が。両雄が語り合っているところへ、敵の一女も光月の背後には毛利家の尻押しによる浮田泉の神の手勢がだいぶいるらしいという情報が入ってきた。たとえ浮田勢が加わろうと何の人もみでしょう。鹿之助は先方を望んだ。もちろん許された。官兵衛は常に陣中にある竹中半兵衛重春に諮った。先人のことについては半兵衛こそはるかに自分以上の知識と固く信じていたからである。光月城は順日も出ぬ間に反した。上司の首は姫路から安土へ送られた。秀吉は天子の衆従を引き見して長年のご神句差し入れが必ずその神句は報われよう。今日はまだ本会の日とも言えぬ、ただそのことの序についたのでござるがと心からいたわり、またその功をねぎらって一席の杯を組み交わした。そして敵から奪った光月の城へ天子勝久と山中鹿之助を入れて敵との境を守らせた。主の勝久は若年でまだ26歳、その下の古中の新たり一代の巨物鹿之助幸盛は39歳の両領たる骨柄の持ち主であった。名馬諸佐山第一章。秀吉は一度安土へ凱旋した。先週を報告を兼ねてなお次の作戦段階について親しく信長の指示を仰ぐためであった。女戦の功としては申し分のないことだ。大に大に安土で悠々と正月を迎えておけ。年の暮れであったので信長はそう言った。そして障害の男瀬の釜を与えた。茶入れ、茶碗、茶の湯釜などを賜ることは友人にあっては最高な勲章を授与されるのと同じであった。その名誉たる重宝的価値ばかりでなく、信長からそれをもらうことは何時もまたこれくらいなものは持って傍中の召喚茶などして心を癒しないという資格を付与されたことにもなるからであった。茶は流行を極めていたが、主君からそういう公認を得ているものはたくさんない。明けて天正6年の2月、秀吉は再び針前へ下った。整備陣容はさらにどうどう強化されていた。現地の与党織田方の一軍は加古川まで出迎えに出ていた。こういうことも元より黒田官兵衛の才覚で秀吉の中国入りを後期荒らしめようとする彼の誠実に他ならない。分けてもこの出迎え人の中には三木城の城主別所長春の叔父にあたる別所義助が家中の三宅春忠と共に加わっていた。別所一族といえばともあれ東播磨八郡の43万石の地域を領してここでの大勢力である。ひとたびは毛利家へ官を通じていたものだが、官兵衛が三寸不乱の絶を持ってそれを解き、ついに一兵も用いず織田の陣営へ引き入れたことはどれほどこの播州において形勢を有利にし、また秀吉の軍隊を後期荒らしめているかわからない。いやいや、これは秀吉は誰へもまずこうである。大半の親族へも諸部長小次郎の臣下へも特にどういう風はない。しかし第一回出征の時とは格段な制裁をもって認知へ着いたので、喜びは諸部時期に顔からあふれている。
箱川の陣屋でその夜満州お味方の大宴が開かれた。宴が終わると席を変えて軍議に移った。規定方針の大フォント織田家の腐敗必勝の体制だけを述べておけば、今夜のところはまずよかろうくらいに。秀吉は援護の議席でもあるので軽く考えて臨んでいたのである。ところがその席上で非常によく喋る男がいた。別所長春の叔父の義助と三宅春忠の2人である。秀吉は時々チロリと目を与えていた。彼も稀には虫を起こすこともあるのだ。第2章。今羽柴殿から御訓示やら抱負を述べられたが、当棚職は中央中央とよく仰せあるが、毛利衆から言わすれば中国こそ中央というかもしれん。織田衆の目はちと己に即しすぎて毛利の勢力を過小に見てはおられんかな。どうもそんな気がすると。これが別所義助である。明帝の様子でもあるが、下なめずりしながら座の左右ばかりでなく向こう側の人々へもしきりに呼びかけて言うのであった。毛利家の浮力と軍備はちょっと想像も野蛮でな。ことに水軍は圧倒的なものだ。元就以来の蓄積が物を言っとるし、それに元首の輝元はともかく、吉川元春といい小早川高影といい、そう甘くは見られん。おのおの有罪だ。これこれ長春の叔父殿。こらえかねたのごとく秀吉が上座からその耳を引っ張るように呼んだ。なんだブツブツ、一体その方の言おうとしている容姿は意味は。いやお耳に触りましたかのと、義助もふてぶてしいところがある。年から言えば秀吉の親ぐらいな甲羅もかぶっているので、びくともする様子ではなかった。つまりはでござる、お身のために申せば、粗骨にこの中国へ関わりたまわば、ゆゆしき大事を引き起こしそうらわんと案じるのでござる。こちらもゆるゆると軍備を固め、毛利方のこちらを枝城をぼつぼつ攻め落とされて、後良い虚実を図って大軍を動かさるべきでないかと考えまするのでな。いらざることも申すまい。秀吉は本当に怒った。そして義助や三宅春忠の表を静止してから列言した。その方たちはただ筑前が先手を務め、我が命を報じて奮戦すればよいのだ。さような根本の方策戦略は信長公より命を受けて一切この秀吉の方寸にあること、お主らの妖怪は許さん。はあ、さようなもので。義助は自弱として隣の春忠へ、じゃあそうでござる、なんともうこれにおる意義はなかろうではないか。どれおいとましようか。顎で促して共に退席してしまった。加古川を離れると義助は馬の上から三宅春忠に向かっていった。今夜の芸はちと首掛け仕事であったな。だがこれでまず殿を動かす理由はできたというもの。なんの羽柴連れや黒だらに別所一族が足がうる代わりに駆使されてたまるものではない。第一毛利家に対して我らの面目が立たぬ。これは腹からの毛利加算なのだ。官兵衛に説かれて上州長春は織田へ随身を誓ったものの、その城中にはなおこういう強固な反信長分子が多いことを、今の言葉は立証してあまりがある。第三章。三木城の城主別所長春はまだ25歳の青年だった。
はるかに信仰織田勢力のカクカクたるものを眺め、中国の毛利にも飽き足らないものを覚えていたところへ、昨年黒田官兵衛の折破にあって断然織田へ官を通じたものであった。詐術じゃよ、それはことごとくと、今彼の前にあるおじの義助は口を極めてその火を鳴らした。加古川で秀吉と王手来たが、その傲慢無礼には身が震えたわと、さも王陽にその時の模様を告げて、別所長春以下御未らは皆筑前の先手に過ぎ、威迫のこと戦力などに妖怪は許さんと言いよる。それも万座の中で、まるで播磨の国人を見ること下人のごとしじゃと、十分に長春の景色を動かしてから、その最も会心するところをついた。卑怯信長の真意は、まず我ら一族の勢力を当初に利用し、中国征伐のなる日は個々自滅を与えて、三木城なども秀吉の将として与える腹ではなかろうかと存ぜられる。古今勧誘の図ることはおおよそ気をいつにしております。おじびとからこうまで説かれては、長春も信念を持ちきれなかった。がぜん三木城は官兵衛を裏切った。いや、全面的に織田との離反を交渉を手切れと唱えて、反旗を翻し、城内の毛利加担勢力の急激な台頭に任せて、再び協力を芸州吉田の毛利輝元へ申し送った。ひとたび三木城の反転が伝わると、上吉、梶原、王吾、衣笠、長井などの小次郎小次郎による諸侯も厳すぼついで、これに呼応して、羽柴軍を中国から一掃せよの大敗によってしまった。ここにおいてか、官兵衛が絶望の無血攻略も、不信の地盤工作も、一朝の間に全てが壁への姿に帰ってしまった。正直泣きたいような気がした。秀吉を捕らえて心からこぼした。あなたは兵略のみならず外交にかけても人をそらさぬ達人だと思っていましたが、別所義助を怒らせて返したなどは言語道断なご失敗です。他と違い、三木城は幽閉も多く、かつ点検です。この始末はだいぶ手間取りますぞ。仕方がないではないかと、秀吉も自分の一場の感情に遺憾のあったことは認めたが、決してこれが悪い結果であるとは言わなかった。かえってよかったとも言えるな。なんとなれば、すでにいつかに藩の火を吹く危険をはらんでいる三木城なのだ。おことが上手に口舌で彼らを服させた子はおろそかに思わんが、中国経営の大業が左上の楼閣であってはならぬ。そのためにはむしろ良いことじゃったよ。負け惜しみは十分にある。しかし、そう考えるべきが不屈不当の精神と言えるかもしれない。官兵衛を二度とそれに触れないようにした。そして、だんだんに秀吉なる人の長所とともに、あらも見えてくるほど、秀吉が自分へ宛てた手紙の中にも書いてある、おことは我が弟の小一郎も同様に思うぞという言葉の真実が身に染みてくる心地がした。第四章。言葉の上では、いかに秀吉が負け惜しみを言っても、三木城離反のために軍の規定作戦に急角の変化を持ってきたことだけは容易得ない。第二次出征のこの度は、初めからの方針として備前にかかる予定だった。備前の浮田直家こそは、今毛利の前衛を成している最大な防塁だからである。が、今は一点まず足元の異端から征服しなければ基地に陥る。秀吉は官兵衛の勧めに従って急遽諸社団に本営を移し、そこの寺院から指令していた。情報は敵に伝わるに早い。紀伊淡路の辺りに気をうかがっていた毛利の水軍は、
百余艘の氷船に兵数千を乗せて、その時もう宴会を襲撃していた。引き受けます、殿には正面の敵へおかかりください。官兵衛は森田兵、竹の森新次郎、栗山善助などの国王に兵四五百を引き連れて上陸してくる毛利勢にあたり、これに手痛い損害を与えた上、敵将の梶原景時と明石元和を下して立ち返ってきた。官兵衛、堪忍せい。この時秀吉が言った。怪しんで何をさように詫びられますかと尋ねると、例の開け放しな言葉で、いや自分はよく口癖におことを褒めるとき口舌の言うとか、三寸不乱の剣を持つ帽子だとか軽々しく言っていたが、先頃光月城を攻撃の折といい、この度の武勇といい、決して御辺は口だけのいわゆる作詞帽子でないことがよく分かった。だから謝ったわけじゃ。許せよ。そう言うと彼は草履を履いて不意に庭へ出て行った。何しにと見ていると、寺院の庭の大きな街道の木につないであった一頭の黒駒のそばへ立ち寄り、自身靴輪をつかんで広間の正面まで引いてきた。良い馬であろうが官兵衛。官兵衛は縁まで出て頭を低め、また両手をついて、振り毛でございますな、毛づやの良さ、足とも肩との金星、冷徹の鋭さ、分けて瞳が静かです。近頃見たこともないご名馬、東西にも相なりますかな。いやーまだ若馬だよ、七歳馬だ、先行き長く乗れる、先人の中を乗りこなしたらなお良くなろうと思う。どうだ、欲しくないか。欲しいと思います。それならおことにくれよ。実はこの度の政権に信長公から配慮をして、これに打ち乗り、初めてこの陣営につないだので、諸社団と名付けて可愛がっていたが、秀吉の勲功は大半はおことの働きによると申してもよい。官兵衛、降りてきて手綱を取ってみ、なんとも美しい歩容をなす馬だぞ。ありがとうござりまする。庭に降りてきて官兵衛は地にひざまずいて手綱を受けた。そして一巡乗らずに引き回して見ていたが、散々して昔五感の呂布が愛していたという関とにも勝りましょうな。諸社山とは馬の名もよし、安土の御馬屋を出たものなら不縁起もちょこちょこきつ、きっと良い出世いたしましょうと心から嬉しそうであった。それを見て秀吉も縁へ上がって元の座に戻り、なお眺め合って、働けよこの笛ともと励ました。官兵衛はさらに一礼した。そしてやがて庭垣の彼方へ向かって家臣の森田兵の名を呼び立てた。何事かと太兵がかけてくると、小月城の働きも先頃毛利の水軍を追い退けた時の功も、実にそちの中金には目覚ましいものがあった。これは今筑前様から配慮をした名馬だが、先行へ下したものゆえ、これはそちに譲って使わす。筑前様へよろしくお礼を申し上げたがよいと、あっさり与えてしまった。森田兵はあまりの過分に喜びを超えて呆然としていたが、手綱を押しいただくとボロボロ泣いていた。秀吉は心の内で官兵衛の器量をもう一応も二応も見直していた。この男、家臣の使い方もなかなか心得ておる。それだけに使うにはちと難しいなと。友の情け第一章。
三木城の剣とその抵抗力は皮肉に頑強な根を張っている虫歯にも似ている。しかもその一本の悩みを抜き去るためには、それに連なる四方、歓喜、高砂、野口、王吾、畑屋などの衛生的な小次郎を待つ一類一類落とし入れてからでなければ、敵の本拠たる四魂を揺るがすことはできないからである。諸社山を本命とする秀吉の戦法は、いわゆる定石通りにその外郭の敵を一条ずつ攻めていった。野口城を落とし、畑屋城を取り、順次歓喜の歓喜長則や四方の串橋春家などの類もつき、別所一族の領土とする広範な地域にわたって放火相当迫撃の手を強めていたが、いかに秀吉の細部に軍師竹中半兵衛と知能黒田官兵衛が共に助けていても、1万に足らない小勢ではかの地の利に対して短兵級に功を挙げることはおぼつかない。事態は重大、急遽五円軍の成果を仰ぐ。秀吉は徳安土の信長へ向かってこう早飛脚を立てていた。そして一面には指揮をつからせないために、時折軍馬を休め、公然の気を養わせて長期戦を期していた。そうした休戦日のある折だった。黒田官兵衛の陣所へ半兵衛が遊びに来た。陣馬折に竹の杖を持ち、勝者たる姿で、おいでかと陣屋の内を覗いた。諸社山の上には僧侶が多い。官兵衛の陣所もその一員にあった。折伏彼は武装のまま論語を読んでいたが、思わぬ友の訪れに喜んで迎え上げ、まず挨拶を終えるとすぐ、お体はいかがです、陣中生活ではあえて無理もしますし、食べ物もままならないので、ご病気が進みはせぬかと筑前様にも常にお案じなされておるが、と友の健康を尋ねた。竹中半兵衛に会うと、まず何より先にそれを問うのが官兵衛はじめ幕僚たちの通例になっていた。事実半兵衛の容体は戦場へ来てから決して良くない様子なのである。鋼鉄のごとく日に焼けた皮膚とひげ武者の揃っている中にあって、彼の顔だけが際立って白かった。軍議の時など藪の中に一輪の白椿が咲いているように、いつも口少なく秀吉のそばにいたけれど、彼の言葉を聞けば聞く者の方が爽やかになるのが常であった。彼自身は紛れもない病態だが、彼は決してその苦痛や憂鬱を人には分けない。今日も変わらない微笑を静かに見せていた。いや、ありがとう。持病というものはご推察をいただくほど当人はさして苦痛でもありません。それが状態になっておりますから。時に安土の五円軍は急速に参るでしょうか。今殿のお手元へ御状がつきました。それによれば、滝川明智丹羽の諸将に荒木村重の一軍をも加え、すでに当初へ向けて立たれておるようです。信長公のご嫡男信忠様をも加えられて。それでやや安堵です。安土の評議いかがあろうかと案じていたが、いや、安堵とは参りますまい。困難はむしろこれからのように思われる。仰せられるは、丹羽殿といい、明智滝川佐久間などの諸所母といい、皆一方の大所母として自負するところ強く、我が殿の指図は受け、その指揮下に動くは内心心よしとせぬ方々ばかりではないか。そこに統率のご困難が処罰してくるのではないかと思われる。4月である。
山中の春は遅く、今がウグイスの盛りであった。第二章。心と心の交わりはそこに一個の酒を置かなくても話に生むことを知らなかった。折々どこからか舞ってくる山桜の花びらを縁先に見つつ、終始二人の話は軍事に限られていたようであったが、やがてふと安平重春からこう尋ねた。先頃はたびたびのご先行によって筑前様から名馬諸社団をご拝領になったそうですが、それは過分な恩賞でしたけれど、それがしの子は全く部下の働きによるもので、家臣の中の森田兵に再び授けてしもうたので、共にはなんとおぼしめされているやら、実は恐れ入っているわけですが、いやいや、あの儀については何とも思ってはおられません。しかし私が気にかかるのは、筑前様よりご返へ当てて兄弟同様に思うぞというご一文を書かれたお手紙の参っていることですが、さあよ、そういうもったいない余裕を初中に拝したことはあります。それがどうしてお心にかかるのであるか。今もご書面はお手元にありますかな。家宝にも世話やと存じて常に携えておりますが、ならば重春に一見させてくださいませぬか。お安いことである、と官兵衛はすぐ具足筆から取り出して示した。すると半兵衛重春はつらつら黙読していたが、読め終えると黙って炉の中へそれをくべてしまった。あ、官兵衛が驚きを漏らした時はもう一辺の白い灰となっている。さすがの彼も少し表も変えてなじった。それわしにとってはまたなき君恩の品、唯一の家宝ともしておるものを、なんで家中へ投じられたか。ご返にも似合わぬぶしつけな修行を、何かお含みあってのことか。すると安兵衛重春は少し膝を下げて、詫び入る手で静かに諭した。ご賢明なあなたのことゆえ、すぐお悟りがつこうと存じて、つい誤ったことをいたした。これも友の情けとお許しください。どうしてこれが友の情けでござるか。さらば、かようなご正門も大事にしておかれては、すみずえ使えるも方に対して必ず不足も起こり、不勤めにもなるものでござる。その不足不平は結局ご自身を破る元とはなり申すまいか。殿の御為を思い、あなたのご家紋も思い、双方のためにようなきものと存じ、焼き捨てた次第です。ああ、まさに官兵衛は肌と膝をぶって、友の言に思わず感涙を流した。進化の分というものをこの時ほど通説に教えられたことはない気がした。重春は鎧のたもとを探って、別に一通の書面を取り出した。そして呆然と介護に打たれている官兵衛の手、それをそっと渡して告げた。せっかくお大事にしていたものを失って、お心寂しくおわそう。これはそれにも勝る書面かと思われる。後でゆるゆるご覧ください。白母の空を見て、半兵衛重春はやがて自死去った。来たるも去るも生という一語に尽きる人だった。半兵衛は尋問までその姿を見送り、その縁まで帰ってくると、手に持っていたものに気づいて、誰の書状か、とそこに腰掛けたまま封を切ってみた。我が子松千代の手紙であった。安土へ父として連れて行って以来、
明け暮れ忘れようとしてもつい先人の夢にも見る十一のこの幼い文字ではないか。中には稚拙な文字と天真爛漫な地区で自分の近況が書いてある。竹中半兵衛様の美濃の菩提山のお城は姫路のお城より高い山にある。冬は雪が深く春は遅い。はじめは寂しかったが家中の人は皆私を大事にしてくれるし、家中の者の子供たちは私の勉強の相手に毎日大勢してお城のうちに集まってくるので、この頃は寂しくも何ともないというような意味を綴り、また末の方には私もお父上と一緒に早く戦場に出て戦をしたいとも書いてあった。正座の辛さ第一章。画像三木城の攻略はまだ半途でしかない。折も折毛利の大軍が光月城を取り包んだとの秘宝が諸佐団へ入った。光月城は敵地へ最も近く接近している味方の一突角である。そこを占領した後は天子勝久、山中鹿之助などのいわゆる天子一族をして守らせてある余墓地だ。当然捨ててはおけない。安土の援軍がついたので秀吉は直ちに荒木村重の一軍を合わせて約2万を引き、そこの救援に風向かって光月城の東方高倉山に陣した。ここにおいて秀吉が御詰めをなすぞ。城中との連絡の取れるまでこらえていよ。秀吉は城茶を放って城中の天子一族をこう励ましたけれど、高倉山と光月城との間の谷々には柵を植え、六歳を連ね、塹壕や堀などあらゆる防御線が作られていて、それは一歩たりと向こうの峰へ取り付く術もないまでに構築されていた。桑売りに敵の数は秀吉軍に倍しているのである。ほとんど毛利の国力を傾けてきたかのごとき大軍で、その旗頭を数えてみただけでも小早川高景の軍約2万、吉川元春の軍約1万5000、浮田直家の隊約1万4、5000はある。秀吉もそれを俯瞰しては到底無謀な戦にも出られなかった。やむなく夜ごとに前山に大かがり火を焚き連ねて、彼方の味方の古類に遠く指揮を添えている程度にとどまった。一面毛利軍は海上でも堂々とその誠意を示し出した。万節一円の宴会に旗登りを翻して遊浴している失着予想の表船は一層も余さず皆毛利家の水軍だった。正座の辛さ第2章。事態の急を知って安土の信長は先にこの信忠や諸将を派遣したが、今やまた毛利家の第二戦線が光月城の包囲という形をとった。味方を二分した情勢を知り、この上はと自身出馬を決意したが、上方はここ数日の暴風雨で河川は氾濫し、途中の危険も報じられていたので虚しく幾日かも見過ごしていた。今は是非もなき場合かと思います。光月城一つぐらいはお見限り遊ばして、秀吉の軍を後へ呼び戻し、信忠様の軍勢と合わせて当面の強敵三木城の別所長春を一室にお攻め遊ばすこそ最も確実なご戦法でござりますが、滝川勝政や佐久間信盛はしきりと安土の信長へ向かって前線から喧言した。すでに
織田譜代の仲間には中国人開戦以来秀吉の子分をそねむ心理が多分に醸されていたのである。どこかで一つ秀吉が挫折するような南極の出現を心密かに待っているような心理にあった畜生も2、3にはとどまらなかったのである。信長の霊は安土から直接に高倉山の秀吉の陣へ教師となって伝えてきた。小月城の御詰めにかかっていることは取りも直さず敵の第二戦線の刑に乗せられるものである。即刻交代して信忠様の軍勢と一つになり三木の城へかかられよというのにあった。秀吉は霊を受けるとしばらく無然としていた。この河月城を打ち捨てよとは城中の天子勝久や山中鹿之助などを見殺しにせよとの御意であろうか、いかにとはいえあまりにも忍びがたいと思うのであった。ちょうど官兵衛はこの陣にいなかった。ある密命をもって彼は備前の岡山へ先行していたのである。で軍師竹中半兵衛を招いて安土よりカクカクのお命であるがどうしたものかと測った。半兵衛は水のごとく言った。お尻きになるべきです。安土の余命には背けません。どうしてもそれしかないか。ただお引き上げの時刻を一夜だけ延ばしてその場に城中へお使いを忍ばせ決死脱除をして味方に合わせようと最後の連絡をお図りあるより他に策もございますまい。それも至難とは存じますが亀井重則をやってみよう。そうして彼はなお人用地部城中から出してくるのを待ってみたが結局それは不可能であった。なんとしても毛利の厚い包囲感を突破してこれへ来ることができないのであった。いよいよ陣払いしてそこを去るまで秀吉は小城の味方を眺めて繰り返し繰り返し嘆いていた。彼らは実に大英4年以来小城7年の長き間を恩敵毛利と戦い続け不死2代3代にかけてあの子の再興を念願しこうして織田軍の成果を機に信長公におすがりして味方となって一行をも挙げてきたものなのに今それを打ち捨てて天子勝久も山中鹿之助をも見殺し殺しに遊ばれてはこの秀吉ごとき一生の立場はともあれ信長公ともある女の名折れ、やがて中国筑紫の果てまでご征伐も遂げられた後々まで世のそしりの種とならぼにまことに口惜しいことではある。友軍の荒木村重は何の未練もなくすでに諸所団へ先発している。秀吉はしんがりを残していよいよ交代を開始した。彼の心情としてこの先人ほど自己の心に背いてしかも虚しく交代するのほかなきような辛い戦はした試しがなかった。作戦はいつも覆されやすいものだ。しかしそれが敵に覆される場合は当然な戦争だが味方の方からそれを覆された時ほど三軍の将として泣くにも泣けない辛さというものはない。捨て子の城第一章。一つの人生でも一貫する戦争でも順調のみにはいかない。必ず逆境が伴う。いや逆境はいつも順調の中にあると言ってもよい。秀吉の逆境はこの頃から始まった。帰り見るとここまでの彼は確かに順調だった。中国短大に任ぜられ正々総司令官として意のままに気略を振るうことができたのである。ところが織田信忠が成果し付随する丹羽明智佐久間滝川などの諸大将がそれを助け作戦の根本方針も安土の勅令によって一変三変されてくるに至っては彼の命令や意図も前のようには行われなくなってしまった。何事もまず信忠を報じなければならないしその
信忠の伊庭国ある諸大将は皆秀吉を見るにまだ一個の成り上がり者と思ってし、あの猿顔を口癖に出す先輩たちであった。したがって信忠も父信長のようには彼を重んじなかった。三木城皇位軍の本陣は秀吉の栄にはなくて、いつの間にか信忠のいるところに移っていた。で、彼が虚しく小月城の小詰めを捨てて引き上げてくると、信忠はすぐ彼に対して、おことの手勢は田島へ入って田島に散財する別所の与党を相当してこいと言いつけた。信忠はまだ21歳という若大将である。こう単純なのも無理はない。秀吉はニコニコ笑いながら名簿を報じて、はいはいかしこまりましたと即日田島へ再出発した。もちろん彼もしてこんな一部隊的な任意を赴かせた命令は、信忠の意思というよりはその岩国にある佐久間には滝川あたりの宿所たちから出たものであることはあまりにも分妙だった。いかに信忠規模の命なりといえ、このような心外な沙汰をなんでいいとお引き受け遊ばしたかと秀吉の帰家にも不穏な声はあった。竹中半兵衛が固く訓令して日を言い立てる中で、軍中において是非を鳴らすはそもそも第一の不手柄者ぞと戒めたので、諸子はようやくその不満を別の方に向けて相当に立った。田島に散財する朝敵の一掃は約1ヶ月で終わった。もう7月に入っていた。僻地三冠の悪戦を続けたこの40日ばかりの間に、秀吉以下武将たちの顔も真っ黒に日焼けしていた。いくら山野に伏しても、炎熱下の行軍に焼かれても、依然昼顔の花のように白く見えるのは竹中半兵衛の表である。半兵衛の病勢は都民に更新しているらしく、部下の源によれば、草に伏す野人の夜などはやちゅやちゅしきりにお席をしておられますし、戦いの間に血のような唾をそっと返しへ押し伸ばせになるようなこともままお見受けいたされますとのことであったら、秀吉のそばにいる間は苦しそうな眉一つ見せた試しもなく、問えば笑って、先人は楽しいものでござる、戦に向かっている間は何も覚えません、数千の兵の命が威爆の式一つにかかっていると思えば、半兵衛一個の病のごときは思い出そうとしても思い出すいとまもありませんからなと例の静かな言葉を持って言うのであった。第2章。この期間に播磨備前の国境の捨て子尼子一族の寄っていた小月城は必然な運命に任されて落城した。尼子勝久は切腹して城兵の除名を敵に仰ぎ、山中鹿之助幸森は後陣となり毛利の軍門にひざまずいた。周防の地で五千石の治療を与えよう、救援を忘れて長く毛利家に仕える心はないか。吉川元春も小早川隆景も彼を優遇して交差たしたのである。鹿之助は望んでもないことと恩に服し、その妻子や労働など30人ほどを伴って芸州へ護送されていったのであった。不頓不屈主家再興のために大国毛利を敵として数十年間ここまで百難に勝ち百難に屈せずに来た彼が一転、あまりにも惨めな、そして哀れむべき物腰であった。が鹿之助の胸にはこの最後の最後に至るまでまだただは死なんと密かに秘していたものがあったのである。それは敵国に引かれて後吉川元春なり、あわよくば毛利輝元なりと差し違えて死なんとすることだった。しかし彼の幸福を毛利方でも初めから十分に回避していた。彼ほどな男がと、主人勝久はすでに切腹している、主家尼子家は地において断絶したのだ。微力を得てのめのめと自己のみ
半生の栄養を盗むような鹿之助ゆきもりであろうはずはない。そうすでに看破していた吉川家の部下は、ご葬の途中備前松山の麓の川辺の私へかかった時、私を待つ間に鹿之助が汗を拭っている隙を伺い、後ろから不意に太刀を浴びせた。鹿之助は川へ飛び入ったが、かねて測っていたことなので岸から船中から投げ槍を下ろし、また相次いで川へ飛び込んで格闘し、ついにその印をあげてしまった。鹿之助の血は一時甲部川を紅にした。当時39だったという。この報告を聞いた時、秀吉は当たる男を半兵などを変えてみて、さも痛ましそうに舌打ちしたが、黒田官兵衛はすぐそれに応えて彼の痛む胸を慰めた。小月城一つはついに敵へ暮れてしまいましたが、それに何十倍するものを間もなくこちらが取るでしょう。この局面たりと決してお味方の負けにはなりません。あれか、秀吉にも心待ちに待たれるものがあった。それは先に官兵衛が陣中を抜けて密かに使いに頼っていた備前の浮田直家の後輩であった。平井山の秋第一章。秀吉が田島から帰陣すると、信長の本軍は一翼を加えたので、本格的に三木城の攻撃にかかった。そしてまず三木城の衛生的よもがいをなしている歓喜の城や仕方の城をたちまち落とした。だが別所一族が7004人をもって守る三木城の本拠そのものは、いわゆる天剣を占めているし、一族労働の地に結ばれている強兵だし、クワウルに回路毛利方から新鋭の武器兵糧も十分に込め入れてあっただけに、到底短期間にこれを攻め潰しうる見込みはなかった。織田の方針も長期を覚悟して根気攻め兵糧攻めにするほかなしというところにあったので、8月に入ると信忠は荒方の大将とその諸部隊を従えて一応安土へ引き上げてしまった。あとは上位になろう、おことに任しておくというのがカエルに際しての秀吉への言葉であった。秀吉はこれにもいいとして、ご心配なくと答えた。そして前に比較にならない加勢を持って三木城の正面平井山にその上位大勢の本営を置いた。信忠の引き上げには一方もう一つの理由があった。それは毛利方の吉川小早川の大軍が甲突城を攻め落とすと間もなく戦況の持久的になるのを察して、吉川元春は出雲へ、小早川高景は秋へ、それぞれ退いてしまったことにある。実に戦況の相貌は薄く複雑である。離反常なしという戦乱下の人心は、今や遺憾なくその不動性を露呈して、毛利によるが利か、織田に属すが勝ちかを見比べて、朝につき夕べに去り、ほとんどどんどん逆としがたいものがあった。備前有馬の国境から毛利軍が引き上げを行うとともに現れたものが浮田直家の裏切りだった。彼が備前一国を挙げて毛利家を去り織田家へ着いたということは、これは由々しい戦局の変化であり、織田家にとっては画期的な好転と言っていい。信忠と信忠に従う諸将は、この有利な新情勢を土産として一応の凱旋を成したものであるが、何ぞ図らんこれを実現されたものは黒田官兵衛の足と舌である。もちろん主人秀吉も同意の上ではあり、たかなか半兵衛の頭脳も多分に働いた上の主従一体の力ではあるが、
それを動かすにもっぱら足を運び舌を持ち、生命を敵地にさらして何度も密使号の危険をくぐっていた者は官兵衛であったのである。浮田の家中に良い手鶴もあった。直家の家臣の花房助兵衛と呼ぶものである。これはいわゆる話せる男で、たちまち官兵衛と息合い照らし、ふんふんたる半粒の異論を押しのけて主人直家に織田随身の決意をなさしめてしまったのである。第二章。味方の大部隊は去って、羽柴筑前の神一軍をもっていよいよ難攻不落の三木城に対し、上位大陣と腹を据えた平井山の陣地にももう初秋が訪れていた。山には桔梗が咲き、すすきが穂を出した。今日は山中鹿之助幸盛の百花日にあたる。川辺の私で死んだ時、彼は胸に大会の茶入れをかけていたという。あの豪骨でも優しい風雅の一面があったと見える。今宵は秀吉が自ら彼の恨み多き義胆忠魂に腕備えて慰めてやろうと思う。おことらもそれにいて長判いたすがいい。陣屋の板庇しから白い月が差している。秀吉はそう言いながら湯なりする釜の前にしばしかしこまっていた。陣中でも折々は茶に集まったが、核のごとく秀吉が素直に席として見せたことはない。席には二人しかいなかった。もちろん半兵衛と官兵衛である。秀吉が六之助の忌日を忘れなかったということは、二人にとってもありがたい心地がした。この人のためには死も惜しくないという気持ちを深めさせられた。その晩である。竹中半兵衛は自身の陣所へ帰る途中、月の白い道端にかがみ込んだまましばらく立ち上がらなかった。どう遊ばしましたか。友の労働は月より白い彼の表を覗いて眉をくむらせたが、やがて歩み出しながら半兵衛は何のこともないと言ったきりであった。けれどその後には血に滲んだ返しが捨てられてあった。喀血したのである。彼はその夜から熱を発して10日余り陣屋のうちに寝込んでいた。見舞いに来た秀吉は枕元で、そういう我慢はわしにとっては嬉しくない。どうか頼むから養生をしてくれ。それにはこの戦場では療養もできん。京都へ参って良い医者にかかれ。真瀬道山に見てもらえ。あれは東大の名医だ。今その方に死なれては秀吉の行く手も苦労ならずぞ。ぜひ京都で半年か一年ほども養生いたしてくるがよい。叱ったり励ましたり、また頼むがごとくそれを促すのであった。もったいないお言葉です。半兵衛は涙を拭いた。官兵衛もその心の内を察して首を垂れていた。モズの泣き抜いている秋の日だった。病軍師竹中半兵衛は死んでも離れないと言っていた平井山の陣地を後ろについに京都へ帰った。秀吉と官兵衛らに見送られて、一丁の山籠は彼のために新しく作られてあった。これも秀吉の思いやりのものである。門を出て山道を下ってゆくその影を秀吉も官兵衛も熱い目で見送っていた。なあ官兵衛、若くしてあの大祭、あの博識、あれほどな人間を天が世に送るくらいなら、なぜ天はそれに病などというものを持たせてこの世に産ませたのだろう。今ここを去る半兵衛の心根を思いやると、わしはたまらなくなる。秀吉はそう言いながら大股に陣所の内へ帰っていった。自分の顔にベソをかきかけるような痙攣を感じると、彼は子供のように身を隠したがるのである。虫の秋は深くなった。
秀吉のそばは何かあの抜けたような寂しさだった。半兵衛は努めて半兵衛の噂をしないことにしていた。がぜんこの赤霊は破れた。さらに大きな赤霊を加えるための緊張であった。というのは先に信忠に従って引き上げた軍事部の一将荒木村重がその位置する摂津の用地を訳して突然織田家に反旗を翻したという早馬がこれへあったからである。村重が、あの荒木殿が、下に計りがたい人心と時代ではあるとしぶしぶして愕然と表を見合わせたことであった。それからわずか10日も経ないうちに、さらにまた秀吉と官兵衛を驚かしめた秘宝がこれへ届いた。五着の小寺政元も摂津の荒木村重に誘われて共に寝返りを訳し、毛利家へ向かって援軍を要請した形跡があります。術中の発掘までこの儀は確実と思われますという官庁の知らせが入った日、姫路の黒田宗円からもそれと同じ早打ちが来た。もう疑う余地もない出来事である。道は一筋。第一章。折り入ってのお願いです。私に数日のおいとまをいただかせてください。官兵衛はそう言って秀吉の前に手を使えた。一夜を奉納した結果である。自責から来た深刻な決意が眉にもみなぎっていた。どこへ行く。この気球をいかに処すか、秀吉もまだ熟考中と見える。今夏によろしいとは言わないのを見てもわかる。昨日以来秀吉もまためったに見せない鎮痛な面持ちを自らいかんともしがたい様子に表した。その姿を仰ぐも辛そうに、官兵衛はさらに額をつけていった。一口打って五着まで行ってまいりまする。私がそこへ望む以上は断固として家中の異分子を片付け、主人政元には意見を提し、必ず鮮慮な変説も正さずにはおきません。さあどうかな。おことが言っても今となっては、いや、お使わしくだされば、たとえ官兵衛の一命をとしても、言葉の上だけではない。官兵衛はその命がけな気持ちを瞳にも込めて秀吉の口元を見つめた。この晩秋にあっては何者よりも強固でなければならないお着の城が、その小寺政元がもろくも信念を崩して、荒木村重の謀反とともに突然離反を唱えて毛利家へ通じ、世を欺く寝返りを打ったということは、黒田官兵衛としては泣ききれないことに違いない。侵害も侵害、無知無節操の華々しいものと、やらいその目の赤くなっているのを見ても、彼の憤りのただならざるものがわかる。事実当初のいきさつから考えても、彼の立場は根底から覆されたものと言っていい。安土の信長に対しても秀吉に対しても、ひいては自身時回って織田家へ引き入れた晩秋部土着の京都たちに対しても、どこに合わせる顔があろう、愚問の真偽があろう、生きて立つ名分があろう、気を小さく持てば腹をかっきって自己の連結を示す道一つが残されているだけである。どうぞ数日のおいとまをこの官兵衛に与えてください。必ずすぐ立ち返ってまいりますゆえ。懸念のあまりに彼は繰り返していったが、秀吉の目がふと動いて、そういう自分の表を見守ったので、官兵衛ははっと悔いに似た反省を抱いた。不可とも言わず、行けとも許さず、容易に答えてくれない秀吉は、その胸の中で、もしやそのまま自分が五着から帰陣しないのではないかと密かに懸念しているのではあるまいか。秀吉の立場になってみれば、そういう疑いを抱けないこともない。今のごとき時代だ、また人心だ、ましてここ織田方の旗色は断然悪い。言い過ぎた、すぐ帰って
ってきますからなどということはかえってその懸念を濃くさせるようなものであった。官兵衛はそう気づいたのでなお自分の誠意を言い出そうとして表を上げかけると不意に行ってこい。秀吉は仕留めから釣り出していきなり官兵衛の手をつかみ取り力を込めて言った。つらい太郎が行ってきてくれ。その方にとってはお寺政元はどこまでも主人だ。わし以上切れぬ中の人でもある。ではお許し賜りますか。おことをおいて誰がよくその任に当たれよう。ただ筑前が案じていたのはその方の命だ。危険は十分にあるぞ。覚悟の前にござりまする。それはいかん。秀吉は汗をかいた手を離した。そして膝へ膝をつき進めて、お寺の家中が危害を加えんとする恐れも十分ある上にその方自身が死を選ぶ恐れもわしは多分に抱くのじゃ。ひとたび離反を口に出した者というものは御難を案じるためいかにといても容易に思いとどまらぬものだ。たとえその方の誠意をもってしてもお嫡一丁の者が何としても固執して動かぬ場合は勘弁おことは何とする。死ぬなよ。その時には腹を切って信長公やこの筑前に申し訳をせんなどと強烈な考え方をするのでなければ行ってくるがいい。大いにやってきてくれ。死にません。またしてもこの人の言には泣かされてしまう。官兵衛は涙と筋肉を顔中に戦わせながら断固として言った。行ってきます。ん？力強い声を持って秀吉は大きくうなずいてくれた。官兵衛はすぐ下がった。報告改めておいたまごいにもう一度参上をいたします。第2章。自分の陣屋へ帰ると彼はすぐ太平馬を貸せそちの諸者団をどうぞどこへお出まして味方の諸陣地を一巡見てきた。ではお供つかまつりましょう。森田兵は主人の駒に続いた。平井山の本営を降りて敵の牙城三木の城に対峙している味方の前線古いを彼は人渡り見て帰ってきた。心なしか7004人の性病を持って固めている敵の城中には色盛んなものが感じられた。荒木村重の突如たる安土への裏切りは明らかにここの式へ反映している。それを外貨となしている喜びが敵に見られる。しかも村重の虚偽相次いで摂津一帯の高槻の高山右近も茨城の中川清秀なども続々反旗を翻したというし、この中国においてすら五着の小寺一族がそれに呼応している状態であるから、もって一連のこの計画が並ならぬ毛利型の外交的成功としてそれに所属する陣営に祝されているのは無理もない。思えばここは大危機だ。まさに織田勝か毛利勝かの平井山はその分水嶺。彼の心はそそけだった。その一責任を自分にも感じて駒を返して再び秀吉にまみえ、前線諸陣地を一巡して築いた兵の配備上のことや、また重要な一策を権限した。先頃からお味方は三木城に通じる東西の二道をはじめ、有馬灘の沿岸から三木に入る街道をも封鎖して、敵の両道を立っておりますが、今日つらつら敵の指揮を眺め、地理を案じてみますに、これはまだ少しも敵中部の式に応えていないようです。考え直さなければなりますまい。秀吉の自給調合策の眼目はそこにあるので、秀吉はそう聞くとはなはだ驚いた。目を見張って、なぜだ、なぜレボドボの遮断が無意味だというのかと咳込んで、さらについ後の月にも毛利家の領戦200余艘が
魚住の騎士によって三木へそれを搬入せんとしたのを断固追い退け、その他の道でも密輸の両米を絶えず抑えている。ほとんど水も漏らさぬほど完封してあるのに、これが敵兵に何の痛手もないとあっては一大事じゃがと、黒田寿水その10